今日は白石で28度を観測するなど広い範囲で今年一番の暑さとなりました。県内では熱中症の疑いで搬送された人もいます。今日の県内の最高気温は白石で28度、ザ王で27.6度、仙台で25.6度など各地で夏日となりました。県内19の観測地点のうち。

まめな水分補給をするなど熱中症には十分気をつけてください。